皆さんこんにちは、フクロウです。今回はデッドライトハントというゲームのベータテストをプレイしたいと思います。こちらのゲームですね、ハンター1体とサバイバーが最大4人いて殺し合いをするというゲームになります。で、1分後ですね、こんな感じでハンターを見つけることができたので、こうやってね、攻撃をするというのがこのゲームの基本的なやり方となります。で、こちらの銃ですね、照準が合うと自動で発砲する形と、手動でね、撃つという場合があるんですが、今自動で撃ってます。で、サバイバーはこんな感じで遠距離が有利で、ハンターは、ね、近距離が有利なんで、これでね、どんどん戦っていくという形になっています。今ですね、ハンターは自分が撃たれてることに気づいたので、撃ってる方向をね、確認しようとしています。で、こちらのゲームこんな感じで第五人格みたいなんだけど、先に全員ね、倒された方が負けるという仕組みになっている点で違うというようなゲームになっています。で、なんか突然ね、この人攻撃しなくなったんですが、ちなみにこのゲームですね、まだベータテストは募集していて、概要欄からですね、参加できるので、興味のある方はプレイしてもらえればと思います。で、ここでね、味方も合流して、これで倒せるということになりました。こんな感じでね、どんどんプレイするというのがこちらのゲームという風になっています。